ミガドルエデンに存在するディオエデン。このエデンに住むことを許された選ばれた女帝たちはミガドルエデン全土を見ても特別であり、最強の存在である。今回は前回の紹介に引き続き、将来の構成員、候補生の8名を紹介します。最初は、技術の究極系、こう、てる。てる、法令、象徴色は桃、技術の究極系であり、二つ名はこうの犠牲。種族は聖人族、元所属ハエク大殿、ミガドルエデン序列は19位、専用技は聖の御技。往来地提供時のステータスの見方は時間が経ったため、再度表示します。確認できなかった人は再度動画を止めて確認お願いします。物理 EX2、耐久 EX2、精度 EX2、精神 EX2、体力 EX、波動 EX。 疑問に思った方がいると思うので答えますが、オーラに提供以降はオーラ1提供時ステータスから2段階強化されます。テルの場合だと物理 EX2 が耳角オーラ提供されることで2段階上昇し、 EX4 まで上昇します。つまり、中長クラスだった攻撃力も戦長クラスまで強化されるということです。身長は151センチ、年齢は15歳、バストは C、スタイルはバランス。元所属は技術士で元々は何でも矢をやっていたみたいだね。基本何でもできるからね。能力は神羅万象支配、前提添付、前技前提、特性は無条件完全習得、無条件完全模倣、技術統合前提の領域。1オーラでも特性と前期前提が扱えます。技術と呼べるものは全て最高熟練度同等に扱えるのがテルの扱いやすいところかな。技術を覚えるためにまずテルに覚えさせ、見本と教育をさせるっていう使い方もできるからアシストとしても優秀だね。性格は自由奔放で楽観的、大体のことはノリでどうにかなると考えています。そしてノリで何でもできてしまうので、できない人の気持ちが理解できないし、悪意なく相手を傷つける言動をすることがありますね。だけど友好的で誰とでも友達になれる性格をしています。巷でいうオタクに優しいギャルみたいなイメージですかね。帝王様への好感度は109、どこがいいと言われたら顔らしい。ちなみに性格はそこまで好みではないらしい。危険度は高いですが、それはテルが持つ技術は現代技術をはるかに凌駕しているものがほとんどのため、オーバーテクノロジーを生み出しすぎて社会崩壊を起こす可能性があるからですね。好きなものは可愛いものと技術的に完成度が高いもの全般。嫌いなものは可愛くないもの、自分を褒めない人、自分の好きなものを褒めない人、好きなものを拒むもの。とりあえずテルの好きなものを肯定しておけばうまく扱えると思いますよ。性格も単純ですからね。テルはこのメンバーの中で最も現実で主様に貢献してるから知ってる人も多かったですね。今から紹介する二人は何らかの形で主様の力になった子たちですね。テラ、ハート、象徴色は白、H の究極系であり、二つ名は清の A 帝。種族は神族、元所属はミアエデン、ミガドルエデン序列は16位、専用技はミカドの領域。知能が非常に高く、戦術や作戦においてはミガドルエデンで1、2を争うレベルですね。相手の法則を読み解く力も凄まじく、知能で相手の法則すべてを無効化したりしますね。1オーラ提供時のステータスは物理 S、耐久 A、精度 EX、精神 EX、体力 S、波動 EX2。身長は152センチ、年齢は15歳、バストは D、スタイルはディフェンス。元所属は帝王様用に用意されている館の侍女ですね。趣味が侍女なのですが、侍女の才能は平凡です。能力は神羅万象支配、天性栄光、宝石支配、法則支配、特性は絶対領域、解読無効化、結晶化。1オーラ提供で宝石支配と法則支配、特性は全てを扱うことが可能となります。絶対領域は自身のテリトリーを作り、内部に入った敵に対する攻撃が全て回避受けに不可の必中効果を持ちます。解読無効化はセラに解読されたものは全て無効化、結晶化はセラのオーラに触れた対象物全てを結晶化させてしまう特性ですね。ネルタキゴ姉妹の一番下ですが、性能はさすがの一言です。性格は飽き性、綺麗好き、無神経、基本的に何を考えているのか、もしくは何も考えていないのか全然わからない性格をしています。おそらく日常は何も考えていませんね。本番になればしっかり考えてくれるので安心してください。主への好感度は290、危険度は低いです。基本的にサボり癖があるので自ら動くということはあまりないですね。好きなものは綺麗なもの、侍女という役職、嫌いなものは汚いもの、女帝という二つ名らしいです。噂では H の究極系という名も不満があるみたいですね。本人は侍女の究極系だと言ってますが。まあ、自称する分には目をつむります。どうせ納得しませんしね。続いては同じくミガドルエデンで帝王様の手助けをしたもう一人の女帝ですね。
良い意味でも悪い意味でも結果を残しているルナを見ていきましょう。ルナ、ワルプルギス、象徴色はベニ、運命の究極系であり、二つ目はベニの魔帝。種族は魔族、元所属はエンニアイデン、ミカドルエデン序列は26位、専用技はミカドの天命。魔族の始祖と呼ばれている存在で、全魔族の特性や特徴を持つとされている存在だね。一オーラ提供時のステータスは、物理 S、耐久 A、精度 EX3、精神 EX2、体力 S、波動 EX2。身長は160センチ、年齢は不明、バストは E、スタイルはアビリティ。元所属というか、エンニアイデン内でのルナは私と同等に扱われているほどの存在だから自分の庭でのほほんとしていた人って感じだね。能力は神羅万象支配、天帝天徳、運命支配、魔帝の始祖、特性は運命の掌握、魔祖の血液、魅惑洗脳。ルナの厄介なところが全部詰まっているね。運命支配は相手の定められた運命を書き換えてしまう能力だね。魔帝の始祖や特性で厄介なのはルナと因果関係を持つもの全てが効果範囲完全必中ってところかな。魔帝の始祖は魔族系統全ての能力特性を扱い、そして魔族を完全に下僕支配する能力。特性の運命の掌握は対象者の運命を完全必中で触る特性。魔祖の血液は帝王様の時みたいに血液を渡すことでルナ自身が持つ恩恵を渡したり、逆に破滅に向かわせる気だね。魅惑洗脳は一度でも運命支配で触ったものを完全に洗脳し、能力特性なし状態でも自身の思い描く形で動かすことが可能になる特性だね。基本的に相手を掌握することに特化した力ってイメージをしてくれたらいいかな。性格はおしとやかで帝王様への深い愛情と忠誠心、尽くしたりと一途なところがある反面、独占欲が強く、尻滅裂だったり、天の弱だったりとつかみどころがない性格をしてるね。あとは相手を陥れることが楽しみだったりするし、性格は、良くはないね。主への好感度は952、病的な愛情ってところかな。今のところいい恩恵を全部帝王様に与えてるけど気分で悪い恩恵も与えれるからちょっと怖いよね。危険度は極高。まあ当然だよね。運命いじるんだから洗脳で集団自殺とか自害とか容易にできるし、掌握度合いによっては心臓や魂まで潰すことができるみたいだし、普通に危ないよね。好きなものは興味があるもの、嫌いなものは自分の邪魔をするもの、ルナはやっぱり魔族なんだよね。そこを忘れちゃダメだよね。注意しないと。ここから紹介する3人は未来でメンバーになった子たちだね。まだストーリーでは関与しないけど先に紹介しておくね。まず最初はホラの究極系からだね。ユラ、ダールリトム、ホラの究極系で象徴色は鈴、二つ目は鈴の儀定。種族は魔族、元所属はエンニアエデン、ミカドルエデン序列は135位、専用技はミカドの距離。ユラのすごいところは全種族全属性の特徴を全て扱い、文化に馴染み、そしてどの擬態した種族の社会でも最高位の地位についていたことなの。寝るなら神族だからどうしても神としての戦い方、思考が主体になるし、ルナだと魔族だから魔族なりの戦い方、思考、価値観が主体になる。でもユラはそのどの種族でも適応してしまう、そして他人を騙し、真実を隠す、もともと嘘をつく理由が自身のコンプレックスであれどその才能は間違いなく究極系にふさわしいかな。一オーラ提供時のステータスは物理 S、耐久 S、精度 S、精神 S、体力 S、波動 S。身長は140センチ、年齢は19歳、バストは A、スタイルはアビリティ。元所属はいろんなエデンのいろんな組織に所属していたから表示できないけど、全部で38組織なのは確かだね。能力は神羅万象支配、天帝天子、変幻自在、適応支配、特性は完全なる神言、パーフェクトオーラ、メタモルフォーゼ。能力と特性を見てわかる通り、偽装に関してはトップクラス、提供オーラ数が多ければ多いほどその精度は増していくね。特に、完全なる神言、この特性は世界という断りすらも騙す力を持つね。効果はユラの発した言動が全て真実だと認識される。逆に言えばユラのさじ加減で相手に疑心をあえて与え、嘘に現実味を与えることもできるね。つまりユラと話した時点ですでにユラの術中にはまってるってことになるね。性格はおとなしくて控えめ、だけど腹黒な性格かな。心の中の態度だけでかいタイプだね。主への好感度は93、危険度は低、社会性は高いから周りに合わせたり、無茶なことは一切しない常識も持ち合わせてる分危険度は低いね。好きなものは自己顕示欲が満たされる本、嫌いなものは肉体に恵まれた人。まあ、体が幼いっていうのがコンプレックスだからね。スタイルいい人を見たり、明らかに年下の子と体型が同じだったりするとすごく落ち込んじゃうからロリと相性最悪だね。というか女性全般もはや嫌いなんじゃないかってレベルのコンプレックスだし、案外主様と相性いいんじゃないかなって思ってるんだけどね。コンプレックス対象外だし、陰キャだし。次は女帝というよりマスコットに近い子の紹介だね。二重人格持ちの二面性を持つニアの紹介だね。この子の場合二
解説明しなくちゃならないからまずは通常時の方を説明するね。ニア、アルトリーム、変化の究極形で象徴色は蓮、二つ目は蓮の園庭。種族は獣族、元所属はプリスエデン、ミカドルエデン序列は78位、専用技はミカドの前縁。ここまでは共通となります。まず通常時の1オーラ提供時ステータスは物理 C、耐久 C、精度 C、精神 C、体力 B、波動 B。 続いてもう一つの人格の説明をします。猛獣形態と呼ばれる人格の1オーラ提供時のステータスは物理 EX2、耐久 EX、精度は EX2、精神は EX、体力は EX2、波動は EX。 基本的に戦わせるならこの形態にしておかないといけません。通常時はただのタヌキです。身長は 152cm、 年齢は17歳、バストは B。 通常時のスタイルはアビリティで、種族は無所属のただの一般獣として過ごしていたね。そして一般形態時の能力は神羅万象支配、究極完全変化、特性は無敵化、完全無欠波動、肉体変化。ここで猛獣形態と差別化されるんだけど、通常形態の方が変化の究極形として本領発揮してくれますね。通常時のみ特性に無敵化、完全無欠波動を持ち合わせ、能力に究極完全変化という変化最高峰の能力を扱います。例えばネルに変化すればネルのポテンシャルのまま戦うことが可能です。オーバーしても無敵化で緩和されるので、ニアが我慢すれば永遠と戦えます。猛獣形態のスタイルはアタッカー、能力は神羅万象支配、変化支配、隠密支配、特性は耐久耐性完全無視、世界同化、肉体変化。猛獣形態では攻撃的な方向性、隠密、見た目と声、気配だけが変わる肉体変化が主体となるね。強いんだけど究極系に選ばれるスペックではないのが特徴だね。あくまで究極系として選ばれたのは通常時のニアだってことだね。元所属は上層部の隠密部隊所属、粛清暗殺をメインに動いてたらしいね。通常形態のニアには隠してて、戦いが強いもう一人のニア、程度くらいにしかもう一人の人格のことを知らないみたいだね。通常形態の性格は優しくておっとりマイペース、主への好感度は170、危険度は低いね。危険度は低いけど、頭が弱いから考えなしに動くところがあるからあまり目を離せないかもね。好きなものは植物、木の実、自然、鈴、嫌いなものは肉、魚、仕事、責任。わかりやすいほどに食べ物だね。あとは野生のタヌキだからね、気難しいことが嫌いなんだね。使命を全うしてくれるか不安だよね。猛獣形態の性格は警戒心が強く、気難しく、プライドが高い、主への好感度は110、危険度は高。好きなものは血と肉、嫌いなものは魚と血以外の体液。こっちは物騒な性格と好みをしてるよね。でも責任感が強くて仕事をしっかりこなしてくれるし頭も良い。究極系の恩恵を使わなくていいなら猛獣形態の方が扱いやすいですね。次でヘブンズハートのメンバーは最後だね。それじゃあリルの紹介をしますね。リル、ゴッドラグーン、総滅の究極系で象徴色は藤、二つ目は藤の滅星。種族は竜族、元所属はエクシエデン、ミカドルエデン序列は22、専用技はミカドの爽快。リルは竜族のご神体だね。精霊族のご神体である私や、聖人族のご神体であるフラと同等だね。1オーラ提供時のステータスは物理 E、耐久 E、精度 E、精神 E、体力 E、波動 EW。新しいランクの EW だけど、EX9 の上ランクだね。確か10倍から100倍規模だね。本当にすごい子なんだけど、すっごく甘やかされて育てられてるからオーラ以外全部からっきしのど素人なんだよね。身長は 138cm、 年齢は10歳、バストは B、 スタイルはアタッカー。もともとはご神体ってこともあって、ご神殿というリルの家で全員から甘やかされてたみたいだね。能力は神羅万象支配、天帝絶海、総滅支配、輪廻宝剣天聖乖離、特性は完全破壊独断実行、存在権利掌握、破壊権利完全管理。能力や特性はさすがご神体って感じだね。この中で面白いのは特性の破壊権利完全管理ってやつだね。効果はリルが承認しない破壊は全て無効化されるってことだよ。つまり敵がリルを殴ってもリルが承認しない限りリルは攻撃を受けない。他にも壊したくないものを壊そうとしてもリルが許可しない限りそのものですら攻撃が通らない。経年劣化という破壊すらも止まる。人でいう久しい命という破壊行為すらも止まる。そんな特性だね。まあ察しのいい人は気づいたと思うけど、リルに気に入られるとそれらの恩恵を受けることができるんだよね。だからみんなリルを甘やかすんだと思うんだ。ちなみにこの特性は1オーラからちゃんと使えるからしっかりぶっ壊れ性能だよ。弱点ないのって思う人がいるかもだけど、どれもこれもオーラ消費が尋常じゃないからガスケツまでリルを動かすしかないね。性格はわがままで自己中、そしてツン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 デレ、くらいのツンデレ。主への好感度は110、危険度は超極高。破壊の究極系だからね、危険度が低いわけないよね。
好きなものは忠誠を誓う人、媚びる人、利益を求めてこない人、嫌いなものは説教をしてくる人、媚びない人、利用してくる人、理由に対して反発してくる人とか能力や特性を利用してくる人が嫌いなんだね。嫌な気分になるみたいだね。逆に忠誠を誓って、謙虚、媚びる人はいいらしいね。あとは利益すら求めない、理由という存在を認めてる人が好きだったりするみたいだね。私が思いつくあたり、エテル闇みたいな同じ年の友達と呼べる存在だね。悪態がつける仲っていうのも案外心地いいみたいだね。よかったよかった。ここからは構成員ではなく候補生2人を特別紹介します。気になってる人もいるだろうしね。まずは塩から行こうかな。塩、シルミエッタ、変装の究極系で象徴色はツイン、2つ目はツインの限定。種族は海賊、元所属はオフトエデン、ウガドルエデン序列は28位、専用技は帝の限界。一オーラ提供時のステータスは物理 A、耐久 EX2、精度 A、精神 EX2、体力 A、波動 EX2。身長は156センチ、年齢は19歳、バストは D、 スタイルはディフェンスで元所属はオフトエデン最高責任者ですね。能力は神羅万象支配、限定天狗、幻想支配、無限支配、特性は天帝の宝物庫、全自動配合、強化長は天雷長後。幻惑系最強でありながら耐久性や能力面で高い性能を持っているのがシルの特徴だね。シルの幻惑は能力の効果すらも騙すことが可能、必中効果も幻惑で当てたことにする必中回避や強化長は天雷長後によって耐久無視攻撃や難易という法則が組み込まれた能力も調和したり強化したりして全自動で相殺してしまうね。性格は優しくて世話好き、自分のことよりも他人のことを優先してしまうタイプだね。主への好感度は200、剣道は低、好きなものはロリ、可愛いもの、骨董品、嫌いなものは理不尽。生粋のロリコンでエテルをすごく溺愛してたね。海賊のロリは永遠とロリだから最高とかよく言ってたみたいだね。塩じゃなければ犯罪者予備軍だけど、母性溢れてるし面倒見もいいからそこはまあ、信じていいと思うかな。嫌いなものは理不尽だけど、これは私のせいだね。うん、反省してます。すっごく反省してます。一応あれから事前確認と最終決定以外は真にも任せてるの。改善してるからね。今もまだ復帰できてないけど復帰したらちゃんと導くよ。今は待とう。次で本当に最後だね。最後は炎王のエルだね。エル、サンダイン、炎王の究極系で象徴色は黒、二つ目は黒の悪帝。種族は邪神族、元所属はドーデカエデン、帝国序列は60位、専用技は帝の極王。一オーラ提供時のステータスは物理 S、耐久 S、精度 S、精神 S、体力 S、波動 S。私も正直驚いてる存在かな。本来邪神族からディオエデン行きのメンバーが出てくるなんて微塵も思っていなかったからね。身長は157センチ、年齢は20歳、バストは D、スタイルはバランス、元所属は無所属。もともとはぶられ者だったみたいだね。邪神族にしては肌白いし、主への好感度が高いし、ありえないことだらけな異質な存在だからね。能力は神羅万象支配、輪廻根性、善悪支配、精神支配、特性は悪意領域伝染魔境、精神世界干渉、肉体無敵精神干渉。L は特殊な戦い方をする子で、L 本体に直接ダメージを与えたり、能力効果を与えることはネルの絶剣、私の力ですら不可能なんだよね。L は精神支配、悪意汚染、外部の場合悪意を強行範囲に伝染させることが可能だね。あとは相手の精神世界に直接入ることも可能だね。そして悪意領域という L の特定範囲内の悪意比率が多ければ多いほど L が受ける恩恵やバフが多く、周りが受けるデバフが多くなるみたいだね。つまり L を倒すには悪意領域内に入って L が強制的に干渉した自身の精神世界で L を倒す、という曖昧な倒し方が攻略になる、初見殺しもいいところな能力者だね。性格はデリケートな性格で、承認欲求が強く、すごくかまってちゃんな子だね。悪意を扱うくせにすごく繊細で細かい性格をしててちょっとしたことでも傷ついてしまう子なんだ。その上認めてほしいという欲求が人一倍強い。だからかすごく構ってほしいのか、相手してくれたらすごく喜ぶ子だね。つまりぼっちだね。コミュ障こじらせぼっちを姉さんだと認識してくれたら OK。主への好感度は300、危険度は超高、好きなものは自分を求めてくれる人と自分の日記帳、嫌いなものは邪神族。邪神族からはひどい扱いを受けてきたからか、邪神族がすごく嫌いみたいだね。仕方ないと思うけどね。L が振りまく悪意は L にとっては善意でしかないというのがまた厄介なこじらせどころなんだよね。優しいんだけど優しいの方向性を間違えちゃってる子だからしっかり理解し合えば多少はどうにかなると思ってるよ。以上が残りのメンバーの紹介でした。今主様は試練を受けていますし、今後の情報としても何かと役に立てればと思っています。それでは近いうちにどこかで会いましょう。ご視聴ありがとうございました。
聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。